攻撃をね、もらってもいい、大したことない、常に思うこと、ビビって警戒しちゃうと、体の硬さが生まれちゃうんで。どうも、格闘技研究家の土屋です。どうも、こんにちは。弟子、認めたくない、杉山です。杉さんさ、いい加減、認めましょう。認めた方が楽になりますよ。じゃあ、カツ丼食わしてくれ。カツ丼高いから、親子丼でどうすか。親子丼か、他人丼でいい。今回なんですけど、視聴者の方からこういう質問が来ていました。マスをしているとき、どうしてもうまく脱力できず、相手に攻撃が読まれてしまいます。いい脱力のコツがあれば教えてください、ことなんで、結構ね、あるあるなんですけど、始めたての人っていうのはね、結構力んじゃってね、マスとガチの線引きがつかないというか、うわーって、怖くなっちゃって脱力できないっていうことがよくあるんですけど、スーさんちなみに今脱力できてます？もちろんですよ。なんで脱力できてるんですか？常に賢者タイムだからですよ。なるほど。ちなみにどうしてそういう状態になってるんですかね。何をどうして、何を見て聞くな。はい、ということでね、自分をね、始めたて、いやもしくはもう数年ぐらい、もしくは10年以上マスできない状態ありましたけど、今はね、いろいろ研究を経て、プロの上手い人を見ると、やっぱりすごいね、リラックスしてできてるんで、こうなりたいなっていう研究を重ねて、初めての一人をね、できるコツがいくつか見出すことができたんで、今回そちらをね、指導していきたいなと思うんですけど、杉さんは、格闘技において、脱力のコツって何かありますか？簡単ですよ。簡単。うん。深呼吸すればいい。今、めっちゃコロナ行っちゃいましたよ、ね。コロナ行っちゃいましたよ。まあ、こうソーシャルディスタンス、ソーシャルで、なるほど。シャオリですね。まあ、シャオリ、シャオリです。今でも10年ぐらい老けましたけど、ぐったりぐったりしちゃって、各海洋みたいな。ということでね、今回は脱力っていうテーマでやっていきたいと思うんですけど、はい、やる気の具合はどうでしょう。いやもうやる気ねえっすよ、脱力ですよ。あのさ、やりたくねえな。俺が言ってんのはその脱力じゃないんですよ。あのね、ちょっと、なんすか、なんすか、なんすか。ちょっと待って、それ、メイウェザーの危ないやつじゃない？ちょっとやめてくれる？マジで。スペシウムホース。うわー、ピコン、ピコン、ピコン。シュワー、俺も飛んじゃったよ。はい、じゃあ指導の方に移りたいと思います。はい、脱力のね、コツということで、まず脱力できてない時ってどういうことかっていうと、肩がね、上がっちゃってるんですよ、こうやって。そうですね。力んじゃってるんですよ。ジャミラみたいな。いや、ピクモンじゃないかな。ということで、リラックスするためには肩を抜くって言われるんですけど、肩抜きって結構専門用語で言うんですけど、肩を上下に揺らしたりとか、特に下げる、余計な乳酸というか緊張が解けるので、打つ前後に肩を揺らすっていうのを結構意識すると脱力しやすいですね。こうやつこうヒゲダンス、令和世代は知らん、ググって。これが1個ね、行動でのコツですね。実はね、もう1個あって、行動のコツその2なんですけど、迷わないで打つんだったら打つ、打ち切る、打たないんだったら打たない、中途半端な行動をすると力みが生まれちゃう。めっちゃぶん殴りて打つんだったらスパンって打つ、迷いが生まれちゃうとそれが相手にも伝わってしまいますよね、みたいな、まあ、バレちゃいますね。なんで逆に自分が打つって決めてから即座に打つ、打つって決めて20秒とかそれを持ってると、だん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 行動に現れちゃうんですよね。例えば右ストレート打つって決めてパンって打つよりも、打つって決めてずっと待っちゃうと、あ、こいつ絶対右ストレート狙ってんなって行動に現れちゃうんで、バレちゃう、バレちゃう、バレバレですよ、バレバレです。もうなんか意味ありげに言ったんです。あなたバレバレですよ。あの、私がの指導者の立場なんでね、あなた弟子ですからね。あ、そうかそうか、ごめんごめん、もうちょっと面ごめんごめんごめん。ということで2個言いましたけど、はい、何でしょう。1つはヒゲダンスです。はい、肩抜きですね。はい、打つと決めたら、そうですね、ジョジョでもあったじゃないですか、プロシュートの兄貴ですよ、打つと決めたら打つんですよ。そしたらその時すでに行動は終わってるんだ、マンモーリのペッシ、わかるかい、行動はすでに終わっているんだ、やめろこのアニメモードが。ということで、その2ですね。その2はね、ちょっと精神論っていうか考え方のコツなんですけど、何だと思いますか。そうだなぁ、ブッダ曰くみたいな感じ。そんな動画誰も見ない。まあ1個ね、さっきの打つと決めたら打つって
ちょっと似てるんですけど、はい、逆に自分の場合はね、こう考えてバーレーンやることにしてるんですけど、食らっちゃってもいい、当たっても痛くない、もう当てちゃおうって、食らっちゃおうっていう、まあ、そういう気持ちでやってるんですね。むしろ殴って、まあそうフルフル、うん、フル跳ねちゃった要はこれ舐めてるわけじゃないですよ。どうぞってどうぞって来てねって、舐めてるわけじゃないんだけど、上手い人ってそういう風にやるじゃないですか。上手い人ってなんか、あ、でも確かになんかこう来ると打ちたくなるんですよ、うん、打たされてるですよね。これ多分舐めてるわけじゃなくて、自分にそういう風に問いかけてる動きなんだろうなって思ってるんです。逆にこう駆け引きにびっくりしちゃうと、それがこう緊張してる動きになっちゃう。でも割り切ってる、打たれることに恐怖してなくて割り切ってる人ほど、いわゆるこういう感じでどうぞ打ってください、そういう感じになってるような気がします。まあ、実際に打たれても多少ディフェンス能力があればそんなに大怪我にはならないし、相手のパンチを読むことができる姿勢になってるから、結果的にそういう気持ちでやった方がディフェンスもオフェンスも良くなるっていう、まあ、そういう考え方かなということで、はい、脱力で今回やるチャレンジメニューですけど、杉、はい、さんにはねちょっと強めに自分にスパーリングやってもらって、で自分はね脱力して杉さんのパンチなんか当たってもいいやと、半分当たりに行くように実演してみようかなと思います。あのさ、ちょっと言わせてもらっていいですか。どうぞ。僕のパンチ大したことないじゃないですか。全然大した。救急車呼んどいた方がいいですか。いいよ、救急車でもタンクローリーでもバケムカーでも、バケムカーでも呼びますよ。なるほど。今から9時半だけどな。夜撮りではやっていきましょう。やっていきましょう。レッツゴー。よし、ボディグラフにちょっと出そうだった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、どうでしたか。脱力っていうテーマでしたけど、そうですね、なんか意外と怖さもあってか力が抜きづらいよね、うん、行動で脱力って決めてやるっていうより、ある程度ねレベルになってくると考え方ですかね。考え方、うん、さっきも言ったと思うんですけど、はい、攻撃をねもらってもいいって、そんなに大したことない常に思うこと、攻撃が恐ろしいもんだと思ってビビって警戒しちゃうと体の硬さが生まれちゃうんで、だからもう当たってもいいやと、で相手がもう大したことない、だから杉さん48歳なんですけど、自分にとってはねベイビーにしか見えないんですよ。ベイビー、ベイビー、パパ抱っこ、パパ抱っこ、ねねねパパねねパパねねパパ、誰かこの赤ちゃんもらってください。抱っこ、まあ、杉さんもね年末の大会意識してるってことなんで、ぜひね今回のテクニックを使ってみてください。わかりました。年末の大会って忘年会かな。ということで、はい、今回は脱力ってテーマでやってきました。はい、いつもね強くないです。上手。ではこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。じゃあねー。